すみだ水族館が5月3日から5月5日までの3日間でですね、チンアナゴに顔を見せるお祭りをやるので、ぜひ皆さん参加してくださいと、そんなようなことをこのツイッターの SNS に上げています。で、顔見せ祭り、チンアナゴ顔見せ祭りってなんだって話なんですけど、そもそもチンアナゴが墨田水族館には300匹いて、チンアナゴ自体は本来人を見るとキュッと隠れちゃうと、そういう生態らしいんですけど、水族館にいるチンアナゴはさすがに毎日毎日こうやって人間に、お、チンアナゴ元気かなって見られ続けていたので、砂の中に隠れるっていう習性を忘れていたらしいんですよ。この自粛が続くムードの中で、チンアナゴたちが人間の顔を忘れてしまったと。砂に隠れるようになってしまった、それじゃ困ると。なので、このゴールデン期間中にオンラインでチンアナゴの顔を写しますので、皆さん顔を見せに来てくださいと、そんなようなことらしいんですよね。いいですよね。ついに時代はオンラインでチンアナゴを見れることになりました。ただこれ Gmail で5台までしか接続できないということで、おそらくですけど、あのシャークの男気を見せたマスクと一緒で、ほとんど見れないんじゃないかなっていう、接続パンクするんじゃないかなってことが、今からすでにこう、もう想像するのにね、難しくないと言いますか、なんで5台だけなんだと。これ100人ぐらい接続させてみんなで見せたりね、こうやってできればいいんですけど、墨田水族館も今回このね、 SNS のアカウントから中身を見るとですね、いい意味で悪ノリと言いますか、勢いでやってる感じがたまらないんですよね、この祭り。ビデオ通話越しに皆様の顔を見せていただくことで、チンアナゴたちに人間の存在を忘れないでほしいと考え、急遽実施することにしましたと書いてありますね。この自粛が続くネガティブな中でですね、ポジティブにこう、いかに物事を変換するか、ピンチはチャンスということでですね、いろんなアイデアをこうひねったり、いい意味での悪ノリ、勢いでやってまえっていう、そういうような企画、そういうね、気概を感じるわけです。ちなみにこの開催期間中は1日2回フーディングプログラム、さあご飯も実施いたします。ご飯の時ならではのチンアナゴたちの生き生きとした姿は必見ですと。さあご飯、いいですね。なんかこれの担当者の方がですね、こう、あー水族館人いないな、でもまあ落ち込んでてもしょうがない、よし面白いことしようっていうね、そんなような気持ちで開催される緊急開催チンアナゴ顔見せ祭りということでですね、僕もちょっと1回ぐらい接続してみようかなと思うんですけども、運よくその5回戦に選ばれた場合はね、チンアナゴを見ることができますので、おそらくもう SNS で話題になってリツイートかされてるので、チンアナゴに顔見せられるのかなというような、このゴールデンウィークまだまだお出かけせずにお家で過ごそう習慣、ステイホームっていうことですけれども、まあこういった何かしら面白い企画が日本中でいろいろあると思うので、まあ可能な限りオンラインではしごして楽しんでいこうかなと思っています。じゃあそれでは今回はこんな感じでした。もしよかったらまたよろしくお願いします。